からファジーカスです。遠藤からギブスのブロックショットが欲しい。そしてオフから弾いたところで、この後のルーズボールのシーンで、このブロック、この後このブロックだ、クリアブック。篠山が運んでくる。篠山がそのまま行って決めた。もらいました。まあ、本当に宇都宮からもたくさんのファンの方、ブースターの方来ていただいて、4年目の開幕戦にふさわしい雰囲気でやれたことを本当に感謝しています。宇都宮のブースターの皆さんも、そして川崎のファミリーの皆さんも本当にありがとうございました。3クォーターにバスケットカウントとなる見事なドライブも見せました。あのドライブ、すごくチームを勢いづかせたと思うんですが、あの瞬間はどんなことを考えていらっしゃったんでしょうか。やっぱり代表から帰ってきて、川崎の練習に帰ってきて、優馬であったりとか、ヤスと、プレーしてても本当に今シーズン激しくやってるっていうのは伝わりましたし、その練習で彼ら2人にバシバシこうやられてる成果が今日の試合で出たかなと思います。やっぱり40分間ハイエナジーで、ディフェンスをしてタフに戦うっていうところをケンジさんに、言われてますし、それをこう代表で抜けてる間もいるメンバーが本当に遂行してやってきたんだなっていうのを帰ってきてすごく感じてて、それに引っ張られるように自分もスムーズに、入れたんじゃないかなと思うので、これからもこれをスタンダードにして、もっともっとレベルの高いバスケットが見せれるようにやっていきたいと思います。